はい、皆さんこんばんは。5月21日月曜日、395回しゃべくりまっすろの時間がやってまいりました。今日もね、まっすろ相変わらず暑い一日でございました。はい、今日はですね、そうめんまでは食べなかったんですけどもね、ちょっとお寿司なんかもちょっと食べましたね。はい、でもちょっと今日はこの町歩きセンターもちょっと暑いって感じがいたします。そんな松代でございますね。はい、今日のゲストをご紹介いたしますけれども、長野市、指定無形文化財八ツ橋流奏曲保存会会長の清水亮さん、さらびに八ツ橋流奏曲講演会の会長の八田光三さんです。よろしくお願いいたします。はい、ですね、今発達するよう、総局演奏会っていう形でですね、今回も、この、26日ですね、行われることになりました。はい、そんなことでね、一通り八ツ橋流とは何ぞやという形でですね、八田光三さんにちょっと八ツ橋流とは何でしょうかっていうのはちょっと説明いただいていいですかね。はい、はい、八ツ橋流は正式に言いますね。はい、八ツ橋流奏曲ね、はい、八ツ橋剣魚って言うんですよ。剣魚、はい、でね、八ツ橋っていうのはね、うん、名字なんですよ。それ剣魚の名前、うん、この人は福島県のね、はい、岩木に住んでおって、はい、結局まあ360年前からね、はい、おことずっとやってきて、はい、最後に京都へ行きましてね、はい、なかなか難しいもんでね、うん、そこでおことがね、はい、生田流とね、山流が分かれちゃったんですよ。そしたらその八ツ橋剣魚さんね、うん、私はもう70代になってもうダメだと、うん、いうことをラジオで放送したら、はいはい、その放送してやめるんじゃ困るっすって今の真田ね、新先生が聞いてたんですよ。そこですね、真田新先生、真田新さん、はい、新さん聞いて、うん、こんなね、おことの立派なね、うん、あれを、ね、やめちゃいけねえんだと、うん、ということを盛んにね、うん、新聞とか投稿したんですよ。あ、そうしたら国でもね、無形のね、じゃあ無償のね、無形の文化財にしようと、なって残ったんですよ。それでそれが今度、真っ白なもんで、はい、一応長野市ではね、はい、文化財と登録したら、うん、これですね、そうそうそう、長野市指定無形文化財、文化財に指定されたんです、はい、なるほどね。それで、はい、まあ、そういう感じもありましてね、はい、まあ、今回はね、演奏会がね、はい、51回なんですよ。はい、51回で、まあ、1年に2回やったこともありますけれども、うん、まあ、いずれにしてもね、うん、昭和50年にね、うん、これ始まってるんですよ、はい、講演会はね、うん、それがずっとやっておるんで、うん、まあ、今後ね、それを継続するにはね、やっぱりこう児童ね、児童からこうやってて輪をね、広げなきゃいけないということで、まあ、真っ白小学校のね、6年生のね、子供さんに1年に、まあ、10回ぐらいね、加入艇でおことを、まあ、練習しておったんですよ。なるほど。ところがね、まあ、真っ白の小学校でやっても今度6年卒業していきますとね、うん、の学校、まあ、中学高校行きますとね、はい、そういう部活がないわけですよ。ないね。で、それを今度ね、うん、ことを知ってもね、うん、やっぱりある程度年齢たたしないとダメだし、はいはい、けども子供の時にそういうことを教っておけばね、うん、まあ、真田のね、写真を言った頭にあるのもっと増えると思うんですよ、うん、で、そういうことでね、うん、まあ、今後で、できるだけね、うん、まあ輪をね、うん、広げていきたいと思うんですよ。なるほどね。それで一番はね、はい、あそこの加入手をね、はい、利用するにはどうかということになって、うん、実はここには載ってませんけども、はい、一般社団法人にね、はい、して管理したりね、うん、自由に入るようにしたりとやったんですけども、なかなか社団法人のね、うん、規約っていうかね、うん、あれが非常にね、難しいんです。難しいんですよ。で、じゃあどうするかとなったら、じゃあ現状の維持とね、を含めてね、進めようじゃないかということで進めたわけです、ね。なるほどね。まあ、影井亭という場所ですけども、一応松屋センターはここにありますね。はいはいはい、で、
真っ白文部学校の前出という形ですね、この前出には、白池の門下がある、ね、はい、ありますね、だけどいつも戸は閉まってると、謎のお屋敷だっていう感じですけどもね、でも実際あそこにあって真田新さんなんかもね、清水さんね、はい、師範っていうか教えていただいたりとか、はい、何歳の時に教えていただいたんですかね、清水さん、私、20代っていうかもう後半で、私が事情が、なるほどなるほど、これあれ真田新さんって私らも近くにいて清洲町に私も住んでたので、はいはい、今八田さんおっしゃってたみたいにこれやらなきゃいけないねっていうのをね、それちょっと聞いた後で分かったんだけど、朗々と歌いながらこうやって八つ走るって歌いながら弾くっていうことなんですかね。そうです、やっぱり頭も使うし手も使うしってちょっと大変は大変ですね。そうですね、これ何年ぐらいあれですか、新さんと教えて。私は6年ぐらい。6年ぐらいで、あれですかね、やっぱりやる時ってお一人だったんですか。一人です、一人っていうか新先生が一対一でね、っていうか そういう意味ですか。そうです。あと仲間っていうかそういうのはいなかった。仲間はそこにはいませんでした。いなかった、はい、いないっていうかいらっしゃるですけども、結局その日は私が行く日は私だけ、そうで練習ってどのくらい練習するんですか。練習っていうのは10時から12時までやりましたね、それ毎日やるんですか、それとも1週間に1週間に一度一遍だけ。だから1週間に一度ってことは一月に4回だいたい行きましたけど、なるほどね。で今回あれですよね、51回でやるっていう方は定期演奏会やるっていうので、まあ、一応プログラムみたいのをちょっと見せていただいて、第1部として、九段とかってあって、はい、2、4、6人さんでやられるんですけど、はい、これあれですか、やっぱり何分ぐらいやるの、歌とこう弾くのとっていうと何分ぐらい、今回九段は九段までやりませんからね、九段までやらないから六段で終わりにするもので、九段っていうともっと時間かかるの。かかります。そう、はい、これやっぱり歌いながらやるわけですけど、歌はやらないの。はないです。これはやらない、はい、そうなんだ、はい、でこれずっとこれやってて、梅が枝、あと、ね、梅が絵か、なるほどね、はい、これもやっぱりこれは歌あります、歌あるんですか、はい、これ普通我々聞いてても分かります。分かると思います。分かると思いますそう、でも聞いてるとね、似たような曲ですからね、眠くなるそれ寝ててもいいんですよね寝ててもいいと思います。気持ちよくこういうふうに新先生がよくね、弾いてくれっておっしゃ、ね、言われて弾くと、もういいよって眠くなくなるそう、ぐらいですから、ゆったりした曲ですから、こういうゆったりした流れをやってるわけだ、はい、なるほどね。ぜひそういうのを聞き行っていいですね。真っ白文化ホール行ってそうやって聞きながら寝ちゃうってのもいいね。日頃のねあれってのもいいですね。で何で特別出演っていうので、はい、尺八もっていうあれ、はい、ここはどこにいらっしゃるんですか。長野市。長野市の方でね。あとは清水さんがやられるの、雲の上、はい、これはどういうあれなの。そのやっぱり歌をもう歌います、で昔を思い出して、懐かしがある、懐かしがってるっていう、そういう曲なんです。曲です。これ何分ぐらいですか。そうですね、まあ弾き方にもよりますけど、10分は10分ぐらいでかかるかかんないかね、はい、これも大体私ら聞いてても大丈夫、こういう、よく分かると思います。そうですか、はい、こと、歌詞っていうかね、歌の、あれも解説みたいなのもある、もう
出したありますから、あ、そうですか、それを見ていただけば、ね、はい、わかります。まあこれ今保存会の事務所はそこにあるよっていう形なんですけども、琴の練習って、毎回やってらっしゃるんだけど、清水さんがお教えする時の子供さんの教える時間帯っていつ頃やられるの？子供、小学生、うん、小学生は今年は火曜日ですか、うん、火曜日、今まで木曜日だったんですが、はい、学校の都合で、うん、変更になるんですよ。なるほど、ね、ちょっと困るんですけど実際はね、なるほどね、困るんですが、はい、でも今年は、はい、6月に入ってやりますけど、なるほど、ね、これからだから決まるんですけど ね、 なるほどね、はい、これ、まあ八橋流奏局のこれは設立総会と、引き始め、琴の引き染め会っていう、はい、なるほどね、これはどこでやられたんでしょうね。定観堂で、定観堂さんでね、うんうんうん、はい、これは何人ぐらいでやられる、あ、ここにいますね、ここいますね、うん、2、4、6名か、6、7人なんですね、はい、うん、であとこれはどうですか、定期演奏会ね、これは定期演奏会、はい、これはこれはどこでやられたんでしょうね。これは文化ホールか。文化ホールですね、うん。これ文化ホールでやられた時に、これも皆さんこう出てるんですよね。うん、で、一つ一つ終わるじゃないですか。うん、そういった時って琴はどうされるの？団長か下げてからやるの？もちろん。そうです。皆さん自分でこうやってやるんですか？お琴屋さんに。お琴屋さんにやってもらうの。はい、あ、なるほどね。で 10人ぐらいとか7人ぐらいそれはすぐできちゃうってこと、一生懸命やるって形ですね、うん、そうですね、なるほど。あとはもうこういった形で、これは何でしたっけ、指定文化財で48回目のあれですね、はい、これも皆さんどういう形ですか、八田さん、これ見ていただく役員です、役員の方、役員、ここにはやっぱり学生さんいますね、小さい子供さんね、100人必ずね、26年のあれですけどね、はい、48回分、あとまあこういった蔵でもね、ちょっと出ましたね、はい、蔵にね、うん、これはあれですか、東京行った時のあれなんですか。そうです、去年のね、5月に、はい、結局一番はね、この真っ白の文化ってここだけじゃダメだということでね、はい、また東京方面行ってね、やろうっていうことで、うん、結局三軒ね、うん、あ、はい、聞いたことあるね、小ぶどうと、うん、セクシー流のお茶と、うん、それと今の おことやったんで、うん、あ、それでこういう三つあるんですね、うん、それでね、うん、その時を外国人のね、人が結構見に行ったんですよ、うん、ですからね、しじまは PPR にはなったんですけどね、なるほどね、うん、まあ、演奏会はあれですか、松代だけじゃなくて向こうとも、そうです、東京でも ね、うん、ね、やってらっしゃるんでね、はい、うん、でやっぱりこっちからも応援に行ったりするってことなんです、はい、これがそうなんですね、いや、これはこれはまた別です、これは特別なの、特別ですけども、あ、そうなんですか、普通は松代をやるときも東京の人が皆さんいらっしゃるけども、はいはい、東京でやるときも松代の人は、うん、全員じゃないですけどね、うん、行きます、あ、なるほどね、はい、これもしあれですかね、これ清水さんね、八橋流奏局にこれ入会したいとか練習したいとかって言った時に、これ清水さんのお宅の電話番号で出しちゃいますけど、はい、これでいいですか、結構です、はい、まあ影予定でね、一応おこと弾いたりとか、まあ別なところでもやるとかっておっしゃってましたけども、もしよければこれ026-278-3016へね、申し込みいただければ、この真っ白ね、真田の無形文化財のところに八橋流奏局に、これなんですかね、練習なんかもできたりとか、見学会もできればいいですね、こういうの、そうです、電話いただければね、はい、そうすると清水さんの方で連絡してっていう形になりますね。まあこれ最後になりますけども、清水さんに伺うんですけども、これからどういうふうな形でこういう八橋流奏局のあれを、こういうふうに盛り上げていきたいなとかっていう、そういう希望みたいなのもあります？希望、希望、うん、
あの難しいですけども、うん、あの私とすれば、うん、あの後世につながっていけばありがたいって思う、うん、なるほどね、あの新先生がそうおっしゃってましたから、なるほど、はい、はいはい、これはどなたなんですかね。よしこ先生。よしこ先生、はい、だから新さん、新先生の娘さん、 か、はい、まあこれはもう亡くなられちゃってるんで、はい、はい、分かりました。じゃあ八田さんはもう同じ質問ですけども、うん、あの保存会の会長さんとすればどんな形でこれから保存会ああ、講演会、あ、講演会かそうだ、講演会の会長さんとすればどんな感じでしょう。まああのね、はい、実は今までね、うん、今年51回ですがね、はい、回数やってますけれども、はい、今私の見た感じではね、はい、前回の時にね240人集まったんです、うん、その前はね、うん、3分の1しか集まらないんですよ。それで前々回に240人集まった時にね、住民自治協議会に、ね、はい、対して、はい、みんなに広げてもらったんですよ。そしたらね、それで集まりました。ですからもっとこう広めてね、輪、うん、を広めて、うん、上がりやすくね、うん、皆さんに、うん、あれしたらいいと思いますが、ね、なるほど、ね、まあ、指定無形文化財八橋流奏曲っていうのを、うん、やっぱりあのなんていうかね、みんなに知ってもらうにはやっぱりあれでね、うん、あのこまめにこうやっていろいろと説明するっていうのは必要かもしれないですね。前回ね、うん、見るとほとんどね、うん、児童の、うん、親なるほどなるほど、ね、あ、でもそれはねいいことだと思いますよ。それでいいと思います。少ないからですね。はい、それでいいと思います、ですので、もしあのあれですね、そういったものでちょっと興味がある方は、ね、こちらの清水さんの方へ電話いただいて、あの参加いただけるような形すればいいかなというふうに思いますね。はい、今日はどうもお忙しながら、はい、おいでいただいてありがとうございました。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、素晴らしい活動するんだよね。そうだね、ちょっとね、一応私持ったらね、これちょっとね、ちょっと弾いてもらえればね、そう感激できたんだけども、まあ持ってるの大変か、そうなの、そうだね、もう1メーターちょっとある、そうだよね、うん、まあそんな、まあ、あのだからね、このね、26日にそれで行ってもらえばいい、わけないことな、うん、ここでは演奏できなかったので、ぜひおいでください。そういうことです、はい、入場料無料なんで、ね、はい、ぜひお願いしたいと思います、はい、ということでね、はい、皆さんもぜひおいでください、はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。はい、はい、それでは来週の、はい、396回しゃべくり真っ白、はい、真っ白の文化財だって、私です。そうですか、はい、はい、ですね、うん、今もね、長野市社会福祉協議会の、ね、常務理事さんなんですけども、うんうんうん、その金谷さんなんですけど、ね、うん、女性の人、そうだよ、21年22年頃に、うん、長野市の、ね、教育委員会の文化財課の課長さんだったの、うん、あ、そうかね、で、常にね、うん、2年間で、ね、もうしょっちゅうって、まあ、もちろん課長さんだからね、うんうん、いらっしゃるんだけれども、うん、常にね、町所においでいただいて、その当時はね、うん、清水家、ね、うん、清水家、それからあとね、前島家、うん、それからね、真田邸とかね、うん、松代城とかね、うん、大室古墳、うん、当時ね、すごく改修、うん、改修じゃない、修復、うん、修復がね、されてましてね、うん、もう本当にご苦労いただいたみたい、あ、そうか、そんなお話をね、うん、やるの、いただく、お話いただく、あ、そうか、ね、ということで、来週はね、楽しみにしてるんですよ、うん、分かりました、はい、はい、そんな形で、うん、今もそういうのがね、現存してるあれですもん ね、元を作ってくれたって形ですね、そうなんです、はい、分かりました、はい、じゃあそんな形で来週しゃべくりますしろ、そうです、お楽しみに、はい、お願いします。で、俺言わなかった、そうはい、そういうことです、はい、はい、よろしくお願いします、はい、言わせなかったね、言わせなかったね、はい、また見てねー。